ましてゲノム進化学ですけれども、昨年すでにもうすぐ出ますよと言っておりましたこの Introduction to Evolution Genomics のセカンドエディション、シュプリンガーから出たんですがもう出ました。これは最初のエディションが2013年、去年から遡ると5年前で、この2013年の本はファーストエディションは2007年に共立出版からゲノム進化学入門というのを出しまして、これは日本語ですね。でそれを出してすぐに英語で本を書こうと思って英語化して、2008、9、10、11、12、5年ほどかかりましたが、まあ幸いシュプリンガーから2016年かな、セコンドエディション書かないかと言われ、2017年か書かないかと言われて、まあ、半年かけて大幅に改訂したものであります。で、これだけチャプター18チャプターありますけれども、パート1が Basic Processes of Genome Evolution、まあ、これ大体皆さんご存知のことで、レプリケーション、トランスクリプション、トランスレーション、それからタンパク、突然変異、それから中立進化、それから最後に自然淘汰ということですが、今日はチャプター4のファイロジェニーの中からほんのちょっとだけ、あんまり他の本にはないかもしれない内容をちょっとだけお話します。まあ皆さん系統順も勉強されていると思いますので、まあ、そういうちょっとだけやります。次、第パート2は Evolving Genome ということで、7章から12章まで、まあ、私自身が人の進化に興味がありますので、まず Brief History of Life 全体を概観した後、プロカリオットジノームス、それからチャプター9がユーカリオットジノームス、チャプター10がバイラスジノームス、でチャプター11がバーティブルジノームス、そしてチャプター12がヒューマンジノームスということで、ゲノムを概観する。で、もう時間がないので今日はブリーフヒストリーオブライフの中から、ジェネティックコードの進化に関して、これもあまり他の本で書かれていないと思うことをちょっとお話しいたします。それからパート3はメソッドフォーエボリューショナルジェノミクスで、13がゲノムとトランスクリプトのシークエンシング、これ2013年の時には三画法のこととか書きましたが、もうネクストジェネレーションシークエンスの時代なので一切無視して新しいことだけ書いてあります。チャプター14、オミックワールズ&デアデータベースで、これも13年の時にはまだ DDBJ とかああいうのもちょっと書きましたが、もうほとんどもう時代遅れなので、もうゲノムのデータベースを中心にこのゼアデータベースについて書いてあります。それからチャプター15、ホモロジーサーチャーのマルティパラメントは実はあんまり変わっておりません。我々がキリル&斉藤が出した三島についても書きましたが、残念ながら彼が今東海大学の医学部に移ってなかなかサーバーが立ち上がっておりません。チャプター16は進化距離で、これももう今日もいろいろお話が出ましたのでこれはもう触れません。で今日触れるのはチャプター17のファイロジェニーコンストラクションで、この中の2つの新しい方法、教科書ですが雑誌に投稿するとピアレビューで叩かれたりすると嫌なんで、教科書だと誰もチェックしないので締め締めと思って2つ出してしまいました。それを今日2つともお話します。それからチャプター18はヒューマンポピュレーションジェノミクスですが、まあ、これは特に、この前6月に、我々が出しました船泊縄文人のゲノムの解析のお話などをも含めて最後にお話をいたします。でまずファイロジニーですが、これを見てください。左の方は皆さんよくご存知の系統樹ですね、まあ、分かりやすいように脊椎動物からしました。メダカ、これ魚類ですね。それからスワン、白鳥とペンギン、これは鳥類ですね。人と犬、これは哺乳類ですね。哺乳類と鳥類は、葉膜類、アムニオートですから、まあ、こういうふうになる。これは系統樹です。ところがこの系統樹とこの図見てください。 HDSPM HDSPM、 これ全く同じです。つまり数学的には同じです。つまり系統樹というのはネスティッドストラクチャーなので、まあ、こんなふうに頭の中で人と犬は近いよなと、で、白鳥とペンギン、鳥だよなと。でこれはちょっと難しいですね。最近 の生物学しかまで使わないんですが、まあ、この中では陸上脊椎動物ですね、テトラポーズで、メダカがここに来て、でここ全体が脊椎動物ということになります。すなわち系統樹というのはこのような方眼関係と全く数学的には同じ、
まあ、ということもあって、やっぱり系統樹はみんなが大好きということで、まあ、残念ながら系統樹関係じゃないのがいっぱい出て、これから出てきますが、ですから、まあ、残念ながら左右法もダメですね。系統樹しか相手してないから。系統樹はモデルに過ぎない。ダメです。これをもう何回も言いたい私は。はい。特に、人の集団の中ではもう、アドミクチャー、ジーンフローがいっぱいありますから、もう系統樹では、第一近似しかならない。それからもちろん他もイントログレッションとかもありますから、とにかく系統樹にしがみついてはダメだ。これが私のメッセージです。次にオーソロジーとパラロジー。これはですね、ウォルター・ピッチさんが名付けたんですが、彼が死ぬ前に一応念押して聞こうと思っているうちにちょっと聞けなかったんですが、これ有機化学で、このようなベンゼン環があって、ここに特殊な OH とか COH とかありますね。で、そこに一番近いのがオルソ。ここにくっつくとオルソ。これがメタ、パラと。まあ、有機化学ではごく普通の常識であります。おそらく、ウォルター・ピッチさんはこれを元にして、オーソログ、パラログと付けたと思います。なぜならば、当時、1970年頃ですか、彼が付けたのは。その頃は、種の違う遺伝子、違う種の間の遺伝子、例えばヘモグロビンのアルファ、人のヘモグロビンアルファ、犬のヘモグロビンアルファっていうのは近かったんです。お互いに近い。ところが、ヘモグロビンアルファとヘモグロビンビータは離れてました。したがって、近い種、同じ種の間はオルソで、遠いのはパラにしたんじゃないかなと、私は推測しています。でも現在ではもう入り乱れてますね。コピーナンバーバリエーション、CNV がいっぱいありますから、同じ種の中でもいっぱいパラログがあります。ですからもう、こういう近い遠いということではないんですが、現在でももう40年、50年近く経ちましたが、オーソログ、パラログというのはあります。まあ、メタログはあんま聞いたことないですね。はい。さて、これが大変なんですよ。我々も苦労したんですが、これはですね、上が人、下がチンパンジーの、RH 式血液型。人はですね、現在のホモサピエンスは RHD と RHCE と2つの遺伝子があります。まあ、これ、トランスクリプションの方向が違うので、DNA のフラグメントとしては別のところにありますが、まあ、よく似たところにあります。同じ、1番染色体の長腕にあります。同じくチンパンジー。これも同じく1番染色体ありますけれども、チンパンジーの場合は A、B、C、それから B のちょっと短くなったものという4つの遺伝子が知られています。まあ、これはディリーションですから、3つ、A、B、C、3つが知られております。ところが、フランキングジーンを見てみますと、TEM50A、TEM57 という2つのものが人チンパンジーありますね。それから SYF2 もありますし、それから、関係がみんな保たれているので、あ、これはシンテニーがあるなと、ということがわかります。そうすると、まあ、第一の考え方としましては、あ、じゃあ当たり前じゃない。D と A が、これがオーソロ。そしから、それから B と C は、チンパンジーの系統でディプリケートして、で、ヒューマンの CE とオーソログであろうというふうに考えられます。結局最終的には我々もそう考えたんですが、ところが、系統ネットワークを書きますと、これはネイバーネットで書いたんですが、そうならないんですよね、困ったことに。どれも、いろんなタイプで調べます。これエクソンの番号ですけど、いろんなものを調べたんですが、結局人のヒューマンのCE と D、二つの遺伝子がいつもクラスターしちゃうんですよ。ここが人共通の枝です。まあ、スプリットと言いますけれども、で、チンパンジーのがここにある。さっき三つと言いましたけども、A は二つのアリルがあって、C とショートのものということで、結局五つの配列があることが一般的です。で、結局これでは、どれとどれが恐るかわからない。なぜでしょう。それは、ジーンコンバージョンがあるからです。特に人では RH 式血液型の2つの場合、これはもうずっと、これ私の 2人目の学生だった北野隆さんがやったことですけれども、もうずっとジーンコンバージョンが頻繁にあるということが知られておりますので、まあ、近づいてしまった。従いまして、何が何だかわからない。で、しょうがないから、もう配列は信じない。で、結局信じるのはシンテリー。つまり位置関係は、まあ、なんとなく似てるからという非常にパーシモニアスな考え方ですけども、まあ、これはやっぱりこれと D と A がオーソログだろうと。で、C、B はこれはパラログで、
先ほど言ったチンパンジーの系統で独立にデュプリケートしたお互いにパラロル、しかし近い。でそれと CE が、オーソログだろうということでおしまいということにしました。これ10年かかりましたね、ここに行くまでに。つまり配列でなんとかなると思ってたんですが、結局配列に裏切られたという、悲しい結果です。ですから皆さん、配列でものが言えると思ったら大間違いですよ。さてもう一つは、全体の構造ですけれども、系統樹というのは皆さんは大体あのコンプリートリーバイファーケーティングトリーに馴染みがおありだと思いますけれども、まあ、こういうこともありえます。つまり一つの共通祖先からここからこう来て6、7、8、9に同時に分かれる、マルティファーケーションですね。あとはバイファーケーションですけど、さらにここの D という枝を取ってしまいます。これをコントラクションと言います。枝を取ることをコントラクション。そうすると A、B、C だけのインテリアブランチが残って、さらにこの6、7、8、9、そしてこの C の枝4、5、これが全部ここからこう祖先があってこう来て、そして1、2、3、4、5、5つに分かれていくというパターンになります。でここをエクスパンジョンして D というのをくっつけると再びこうなります。まあ、このような関係があります。そしてじゃあコントラクションでどんどん A も B、 今 D を潰しました、じゃあ C を潰して B を潰して A を潰して全部潰そうとなるとどうなるかというと、それは、いわゆるスターファイロジーですね。一つの点から全ての配列が出てるという状態になります。でそれはですね、ここです。この中心がスターファイロジェニーで、そこからエクスパンドして一つずつ内部枝をつけていくと、こうやっていろいろできてきて、で最後はコンプリートリーバイファーケーティングトリー、第6層ですね。まあ、この場合は9つの配列の場合ですけれども、そうしますと、このトリーは、A、B、C、D、 4つのインテリアブランチがありますので、4つですから1、2、3、これのどっか、例えば5番ですね。でコントラクトすると6になる、でエクスパンドすると4になる、まあ、そういう関係になります。ですから例えばこれはさらに複雑ですが、 A と B しかない第2階層で、 B をさらに取ると A しかない第1階層、ということになりまして、トリーのこれが8でこれが9と、すなわち、あ、ちょっとこれ間違えてます、失礼、7と8ですね、第1階層と第2階層、ちょっとこれ間違えました。だこんなふうになります。従いまして、系統樹というのはコンプリートリーバイファーケーティングトリーはこの表面にびっしりと埋まっている。でそのうちの3つのうちのどれか1つの枝を取ると1個だけがトライファーケーションしてという形で、 1,2,3 というのこういう関係で、5番目はだから少し減りますけど、それでも膨大な数ですね。で第4階層、第3階層で、最後にたどり着くのが1個だけのスターファイロジニーということになります。まあ、こういう構造をとっている。これは、まあ、あの動詞園で書いてありますけど、実際にはもうハイパースフィアですね。特殊な、もうちょっと人間の感覚では、イメージできないような、まあ、そういうふうな空間の中に全ての系統樹が位置していると。まあ、その中を我々はこうさまよってどれかなと調べると、まあ、そういうことになります。で、系統樹はダメだという、最後にもう一度今度は組み替えです、リコンビネーション、これはですね、このような平行四辺形で書いておりますが、1、2、3、4、5、我々は今度は ABO 式決意型ですけれども、それのわずか2キロベース 2.3 キロベースのエクソン、イントロン、エクソンの短い配列の中で、まあ、700万年以上の時間がありますけれども、それだけ長いと短い配列であっても組み替えが起こる。でこれ組み替え列を計算すると大体、まあ、あの普通の組み替え率、別にそこの領域が特別に組み替え率が高いというわけではございません。でこれはどう見るかというと複雑なんですが、人は ABO 式血液型は基本的に A 型、B 型、O 型、まあ、A 型は AHA2 というのもありますけれども、3つのアリル、対立遺伝子があります。でテナガザル、これはテナガザルですが、テナガザルも同じように A 型、B 型を持っているものがあります。3つの種を比べましたが、シャーマン、これは B 型だけです。フクロテナガザル、それからアジールテナガザル、それから白手テナガザル、この2つは
A 型と B 型の遺伝子を持っています。でこれはですね、我々人浄化ホミノイドではみんな共通の2つのアミノ酸の違いで決まっております。ですから DNA 配列を見ただけで、あ、これは A タイプだ、これは B タイプだとすぐ分かります。ただ中でディリーションとかあると、まあ、これはおそらくノンファンクショナルであろうということで、我々は新しくシロテテナガザルで O アリルだろうと思われるのを見つけております。まあ、それはともかくこれを遡ります。で、これテナガザルはですね、これも興味があるんですが、もうゲノムが出ましたが、お互いに違う種ですけれども、シンパトリックであると、まず要するに同床的にいると混血するんですね。従いまして、非常に複雑です。例えば、どれだ？これか。アジール、ん？ちょっと待ってください。複雑だな。どれがどうなってるか。これはこれで、あ、これだ。これ AG3 ってアジルギボン。アジルギボンで見つかった B タイプですが、これはホワイトハンディと白手テナガザルの他の B とよく似ている。ですからこれはどっち方向かよく分かりませんが、まあ多分こっちからこっちでしょう。イントログレッションが起こった。つまり混血をしたということがこれで分かります。まあ ABO ではここだけですけど、ゲノム全体では結構あちこちで見つかっております。ですから、まあ生物種というスピーシーズというのが、まあいい加減なものだということがお分かりかと思います。それからさらに、この平行四辺形の解釈ですけれども、これはですね、我々図出しませんけれども、まずネイバーネットを使って、系統ネットワークを書きまして、でそれでは満足しないので、ネイバーネットっていうのはあの距離行列法を元にして書いたものですので、先ほどのこれですね、これはネイバーネットって書いてるんですが、この枝のところで起こった変化っていうのはすぐにピンときません。距離、単なる距離ですから。そこで、我々は、まあ、私がやったんですけど、北野さんやってと言ったんですが、そのネイバーネットの図を、こういう図を元にして、いっぱいこう平行四辺形を元にして配列を見て、うんうなってザ系統ネットワークを書いてもらいました。でそれを元にして、さらに詳しいことは省きますが、我々はこのような5回の組み替えを得ました。ただ残念ながら、どうも皆さんこういうネットワークお嫌いですみたいですね。これ MB に送ったんですが、もう堂々として送ったんですが、リジェクトされまして、仕方なく MP モレキュラファイロジェネティクスエボリューション出しましたけれども、こういうふうなレティキュレーションっていうんですけども、これを嫌いな人が多いですね。残念ながらもうみんな系統上は大好きなんですよ。はい、でも組み替えは重要です。わずか 2.3 キロベースでもこうありますから、今ゲノムの時代で長い何十キロベース、何百キロベースだと、もう組み替えがどかどか出てきます。で仕方なく皆さんはアンセストラルリコンビネーショングラフというのに行って、結局コアレッセントにちょこちょこっとこうなんかこうくっつけて、こことここがこうだってやってますけれども、それはやっぱり本質ではない。本質はこのような組み替えをきちっと見つけることであると我々は考えております。で一番下ので見ますと、これどういうことかと言いますと、上から見ましょう。これがパターナル、マターナル、どっちが父親、どっちが母親か分かりませんが、2つの両親の系統です。で両親のアリルですね、アリルが結局マイオーシスでリコンビネーションが起こる。そうするとこの2つ、この体格のこの2つがリコンビナントです。組み替え体。つまり2つの親アリルから、左側はこちら、右側はこちらともらうとここになって、逆に右側はこちら、左側はこちらだとこちらになる。それ2つは次組み替えたいです。他もみんな同じです。つまり上から伸びてるのは全部パターナル、マターナル、両親のペアレンツのアリルで、それが伸びてないのはリコミナントです。全部そうですね。で、そうすると、これ面白いですね。これはリコミナントがこういうふうに今に伝わってる。だからこれはずっと親、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 親で生き延びてる。それからこれもそうですね。これが親ですから親 でここがリコミナント。リコミナントが親の系統になって生き延びる。これはどういうことかと言いますと、リコミナントっていうのは一種の突然変異です。最初はそのマイオーシスで組み替えが起こした精子または卵にしか存在しない。ですから、突然変異と同じです。で、それがたまたまランダムジェネティックドリフトで増えていくと、それが親の系統になることができるということですね。で、ここはそういうことで、2つこうリコミナントがありますが、どちらも同時に突然変異体としてできますから、普通はどちらも消えます。だから頻度は低いですからね。
で、たまに運よく片方だけが生き残る。両方が生き残ることはまずないです。まあ、HIV とか、そういう非常に突然変異率が高くて、そういう場合は、両方ともリコミナントが生き残る可能性はありますけれども、まあ、普通の生物ではそういうことはないですね。片方だけ生き残る。そしてこれが組み換え体としてここにいる。まあ、こういう構造でありまして、私はこういう複雑さは大好きなんですが、残念ながらレビューはこういうのは大気持ち悪いという感じで、まあ、そういうのをたどっておりますが、まあ、とにかくこれが将来です。将来は組み換えを見つけないとダメです。これがメッセージですね。ゲノム進化で。ということで、次はブリーフヒストリーオブライフの、ここ、エボリューションのジェネティックコード、ここだけちょっとお話します。まあ、ここではですね、最初宇宙の出発、ビッグバンから始まって、で、最初は、物質がマターとアンチマターの消失でエネルギーとして消えてしまう、対消滅ですね、消えてしまいますけれども、ごく一部だけがマター、物質として残りました。これは、小林マスカー理論、あれで、つまり少しこう対称性の乱れがある。だから我々物質が残ったということです。ですから物質は結局カスです。いいですか。物質はカス。エネルギーが大事ですからね。で我々はそのカスから出てきたものですけれども、それから2回の核融合反応によって最初は、原子量の小さい水素とかヘリウムとかしかなかったんですけれども、超新星の爆発によってもっと重い元素が出てきてようやく生物の基礎ができ始めて我々太陽系はわずか50億年前にできたものですから138億年の宇宙の歴史の中では比較的最近のものです。ですからいろんな炭素とか窒素とか酸素とかいろんな原子がすでに惑星の中にあってそして地球が出てきた、まあ、そういうことを書いております。で遺伝子のコードですけれどもあとはまあ細胞ができてユーカリオートができてきて多細胞生物系ができてきてそして、脊椎動物からプライメースそれからヒューマンへというふうに、まあ、人に行く過程を書いております。でさてジェネティックコードですが64のコードが突然できたはずはない。大昔フランシス・クリックはフローズンハイポセスということで突然64ができたんだというふうに言ってましたがそれは間違いです。そんなはずはない。必ず進化があったということは誰でも考えるんですが、トリプレットコドンの3番目は、4コドンボックスとか言って、ATCG どれであっても、AUCG かどれであっても同じアミノ酸を構造することがありますから一番単純なのは3番目の塩基は最初は情報がなかった何でもよかった。つまり3つという長さはもうトランスファー RNA の初期の頃からあったけれどもその3番目は意味がなかったと考えるのが一番情報学的にはすんなりいきます。それで全部これは N にするそうすると16コードになります。これは簡単ですね。で2013年のテキストブックの時には私はストップコードもイニシエーションコードもいらないだろうと短いメッセンジャー RNA だといつの間にかタンパク合成が始まるだろうと考えたんですが、まあ、それはちょっと悪いかなと思って、一応、今回はメチオニンを孵化させて、でストップコードも1個、まあ、いろんな可能性ありますからね。でストップコードも、まあ、1個だけ、まあ、上げておきましょうということでありました。はい。まあ、こんなのはどうでもいいです。大体ね、16も複雑すぎる。こんなのが突然できたはずがない。そこで、えいやということで、もう4つの塩基ありますから、4コドンだっただろう。ここまで考えるとあんまりいないと思うんですね。UCAG。そうすると、第一コドン。コドンの第一ポジション。たまに、シノニマスのことありますよね。ですから、第一コドンも実は最初は、初言、イニシャルの時には、情報がなかったとします。で、そうすると、この4つのアミノ酸のどれかが、もともとだったということで、まあ、これは後でお話しする、アミノアシルトランスフェレースですか。つまり、アンチコドンと、それから tRNA がくっつくアミノ酸の対応関係をつける重要な酵素がありますが、その酵素の系統樹から、それぞれ U がフェニルアラニン、C がアラニン、A がグルタミン酸、G がアルギニンということを一応提案してあります。と言いますのは、このように、これはもう大昔、ラッセル・ドゥーリトルたちが書いた系統樹です。で、それはクラス1とクラス2、2つに明瞭に分かれる。全くホモロジーがないそうです。
つまりここまでは系統順が書けるけれども、この後は系統順が書けないそうです、まあ、それを信用してやりますと、1,2,3,4,5,6,7,8,10,20 アミノ酸ありますね、全部違います。で、面白いことにグルタミックアシッドとグルタミン、これ化学的に似てますね。で、あのアミノシェルもやっぱり似てる、ペアリングしてる。それから、アスパラギン酸とアスパラギンもやっぱり共通性がありますね。ということで、なかなかいいんじゃないかって、これを信用してやります。で、これは、真ん中の、塩基です。バリン、イソロイシン。まあいろいろありますけども、エイヤということで、U、G とやりました。で、そうすると、あとはもう 最大節約法的に、最大節約法もですね、こういう単純な場合はいい。あの、いろいろ問題あるけど、まあ、こういう単純なことをやるときには、まあ、最大節約法に頼むのがいい。というのは、モデルがいらないから。最優法はモデルが絶対必要ですね。ですから、これも頑張れば最優推定できるかもしれませんが、まあ、考える時間がないので、もう最大節約法でやりました。そうするともう単純ですね。UUU で U、G。だから、ここは、ここに G があるから戻って GG。で、ここは AGAA で結局 A。で、G か A で、これはどっちか分かりません。で、最終的にアデニンはグアニン、これ要するにプリンですね。で、こちらは、こちらにも A とかありますけど、これを見てふーん、そうか、じゃあ A は負けとこうということで、C と A の時はもう C にしちゃう。で、ここはここにも C がありますから C にして CC で U で、ここしか U がないんだけど U を最後まで持ってっちゃったという、ちょっとここら辺が、いい加減なんですけど、ここの U を消してやるんですけど、まあそこら辺は怪しいんですけども、こちらはピリミジン、つまり元々の遺伝暗号は2つだった。美しいですね。つまり、はい。どうですか？ええ。ATM がストップにして、ストップコードを面白く普通の使われてるの違う。前の、はいはい。なるほど。はい、ちょっとよく覚えてないんですけども、まあ、適当にやりました。こんなのは、あの、前言われた、ダンクラワーに16コードなんてもう死ぬほど論文があるよって言われて、まあ、まあ、私もたまにちょっと一つだけ付け加えただけで、はい、はい、使われてないやつ、そうですね、ですから、あのフローズンなんてことはないので、動き回りますから、特にあの大沢正蔵先生の あのああいう考え方をいけば、ストップコトンというのは穴埋めみたいなもんですから、まあいいんじゃないかと、はい、そうですね、はい、はい、まあ、そこで細かいことはちょっとあって、それで結局最終的に2コトンで、これはですね、当たり前でコンピューターの世界は二進法ですよね、01、つまり二進法であれば全てを記述できます。ということは、2つしかなくても実はいい加減なタンパク質は作れた。まあペプチドですけどね。そしてペプチドなんてね、まあいい加減なもんですよ。なんかあればね、酵素反応出てきますよ。まあそんな生物だってその程度のものですよ。ということで、出しました。これ2013年の本でも似たようなことを書きました。そしたらですね、同じ年にテンプルスミスたちが、やっぱ同じこと言ってるんですね。で、私はあのアデニンと AC タイプ、 A と C が最初だったんじゃないかと一応出ちゃいましたけども、彼らは G と U だったから、そういう、失礼、 A に対しては対応するのは U ですね、私は AU じゃないかと言ったので、彼らは GC だと言って、ちょうど別の形でしたけども、あの、まあ、似たようなことを考える人はいるんだということで、まあ、こういう考え方もあるということのお話であります。で、先ほどの4つのアルジニン、グルタミックスアシド、アラニン、フェニュラニンはこのようになっていて、結局2つからすぐにこういうふうに分かれていって4つになって、それが4つから16になって、16から60になったということであります。で、次に、早く終わっちゃうな、次はファイロジニーコンストラクションで、ここはですね、まあ、クラシフィケーション、それからディスタンスマトリックスの説明、それから近隣結合の説明、そしてこの2つ、今日お話しする、Swift Nearby Joining、これ30年かかりました。はい、いろんな人からお前は近隣結合しか、業績がないとかひどいこと言われましたけども、まあ、なんとか31年後に、斉藤成也で Swift Nearby Joining 名前を、付けました。まあ、ネイ先生はですね、別にネイ先生だからネイバーってやったじゃないんですけども、とても非常に好ましい方法では自分の名前が入ってるということで、非常に好評だったみたいですけれども、私はとにかく S をつけようと思って、まあ、昔はね、スミルテイナスネイバージョニーでいろいろやってたんですけれども、まあ、早いということで、スイフト。で、いずれですね、
確かアップルが Swift というラングエージを作ったんですよね、 iPhone 用に。でそれを勉強して Swift というソースコードで Swift ネイバージョイニングの、プログラムを作りたいんです。まだちょっと時間がなくて、誰かやってください、はい、でこれからお話しします。それからさらにその上をいくエクステリアエッジエリミネーション 3EEEE という方法も開発しています。これは本当にめちゃくちゃ速い、驚くべきスピードであります。でその他、今日もお話があったライクリュードとかそういうことも書いてありますけれども、今日はこの2つだけお話をいたします。はい、まず、チャールズ・ダーウィンのオリジン・オブ・スピーシーズの第、これは4章かな、4章の最後の部分にこういう美しい文章があります。 As birds give rise by growth to fresh birds、 birds というのは 目ですね、木の芽、木の芽が次々新しい芽を出す、ま、出すときに If vigorous、ちゃんと生き生きしてるんだったら Branch out And overtop on all sides、 ちょっと難しいです、 Many a feebler branch saw by generation I believe it has been with a great tree of life、 もう tree of life ってことを彼はちゃんと使っております。 Which fills with dead and broken branches と、書いてあります。結局何を言いたかって言いたいかというと、これは木ですね。で木はこう根っこがあって、ここからこう枝葉を茂らせる、で次のですね、またここからまた増えていく、まあ、そういうことであります。トリー、これは私自身が撮った写真で、インドハリアナ州で撮った、まあ、こういう木がありますね。で系統樹も当然木です、樹ですね。これは脊椎動物ですけど、これヒューマンですね、ドッグ。それからこちらがテレオスと、それからこちら軟骨魚類ですけども、この系統樹を作るにはですね、作るにはいろんな方法がありますけども、系統樹そのものは先ほどもお話しあったように、こちらの方とこちらの方は独立ですね、知ったことじゃない。ところが系統樹を作るときには大抵全体を調べてやりますね。でそれはなんかおかしいんですよ。僕はずっと前からそう思ってまして、だから私は実は近隣結合法も嫌いです。なぜならばグローバルオプティマイゼーション、つまり、ミニマムエボリューションプリンシプルで全体の枝の長さの合計を一番小さくするようなものを選ぶと、これはね時間の無駄ですよ。でそれをいかに取り除くか、ずっとなかなかいい結果が出なかったんですが、やっとできました。それは簡単です。グローバルサーチをしない、もうノングローバルサーチ、つまりここならここだけ調べる、ここならここだけ調べる、そんなの無理でしょう。だってここが近いっていうのは分からないでしょ。でも分かりますよね。それは UPGM に使えばいいんです。簡単ですよ。UPGM は距離が小さいものをくっつける。素晴らしいですね。で、我々は、近隣結合の論文で UPGM をもうこっぴどく、もう、コテンパンに批判して、もう誰もほとんど使わなくなりました。でも我々はこっそり使ってました。だってね、進化速度が一定だったら UPGM がいいんですよ。で、進化速度が一定なこと結構あるんですよ、実は。だから、私が考えたのは、もう万能なのはやめとこうと。それで、アプロクシメートに進化速度が一定な場合、これを考えようと。そうすると UPGM は悪くない。ですからまずはどういうことかというと、まず、この中で一番小さい距離を見つける、これは UPGM と同じ、これはここだけがグローバルサイズです。で、1個だけ見つけるとその周りだけ調べる、で周りだけ調べて、これがキャンディデータが OK だったらそれで OK、 そういう非常に単純な方法であります。で実際にですね、膨大なデータっていうのはやっぱり人に、ヒューマンに集中してます。これは我々自身が、私の今アソシタントプロフェッサーを務めているティモシー・ジナムさんが大学院生の時に86のコンプリートヒューマンマイトコンドリア DNA を決定して、で系統樹を書きました。まあ今では86なんて大したことないですけどね、 NGS 使えばもう1万とか、ミトコンドリアだったら100万ぐらいあっという間に出てきますけれども、まあそういうことで、基本的にはですね、共通祖先から大体進化速度は一定です。大体この場合はですね、同じホモ・サピエンスですし。それで、やっぱり、これからの膨大なデータの時代を備えないといけないということで、あれはいつでしたっけね、ベルナルディさんに呼んでいただいて、ベネチアでモレキュラー・エボリューションの会議が7、8年前にあったときに、ベネチアっていうのは行かれたことがあれば、あれですけど、グランドキャナルという運河、巨大な運河があって、そこの前にある喫茶店でぼーっと見て、考えていたんですね。
で、ベネチアか、ふーんと思って、ベネチアで一番有名な人誰だっけと思ったら、あ、それは当然ではない。飛行場がついてる。マルコ・ポーロだと。で、マルコ・ポーロは、ニックネームがあるんですよ。ミリオーネ。それは、なんか、彼がミリオーネ、ミリオーネ、口癖のように言ったからミリオーネって言うそうですけども、要するに100万、ミリオン。で、ふっと思って、あ、そうか。もうあと10年以内にきっと人ゲノム100万の時代になるだろうなと思いました。で、大体私は正しいと思いますけど、もう10万ゲノムいっぱい出てきてますから、そうすると100万人のゲノムのデータを、つまり100万 OTU ですよ。100万 OTU で系統樹どうやって作りますかと。だから近隣結合もダメですよ。だって100万の事情必要ですからね、ペアワイズのディスタンスですから。ということで、なんか新しい方法が必要だというふうに考えました。そこで考えたのが、Swift Neighbor Joining です。で、もう簡単、目的としては、近似的に進化速度が一定であるような、全く厳密に一定である必要があります。時に、ネイバーをリカーシブに見つける方法です。ですから、近隣結合法っていうのはですね、実は UPGMM も一種の近隣結合法です。だって、距離が近いものからこう見つけていくわけですから、まあ、そういう意味ではちょっと、我々の近隣結合ってミスノーマーというかあまりにもジェネリックな名前なんですが、まあ、有名になっちゃったんで、これも近隣結合法だよという意味で私は Swift Neighbor Joining SNGI と名前を付けました。はい。で、アルゴリズムとしてはもう簡単です。まず、距離行列を作るところでちょっと膨大な場合は問題あるんですが、これも今解決をしようと今考えているところです。で、まず大事なのはゼロディスタンスは除く。大昔はですね、ゼロディスタンスなんてありえませんでした。みんな、慎重にいろんな生物の DNA とかタンパク質を調べているのでみんな違いがありました。しかし今はですね、もうどんどん調べますから意外とゼロ行列があります。ですからこれはもう有無を言わせずネイバーズとしてやる。これ非常にいいやり方であります。で、次に全部ノンゼロの場合になった時に今度は UPGM 的に今度はミニマムディスタンスバリューを見つけます。これはもう相当するのが、N ログ N ですよね。N ログ N で大きいのから小さいまで全部相当するコンピューテーションのタイムが N ログ N で、これ1個だけ小さいのを求めるのでもっとずっと早くできる。だからこれは結構グローバルサーチですが早い。で、それで見つけたらその見つけたものと2つペアですね、 IJ とあと2つ XY を取ってくるというのは4ポイントメトリックをするためです。で、2つは単にその近く、これもミニマムディスタンスで簡単に見つけられます。あっという間ですね。で、4ポイントメトリックを使ってそれがルーネマンの4ポイントメトリックが合えばめでたくネイバーズになって、ネイバーズでなかったらそれは元に戻ってもう一回探しなさいと。もう非常に単純なものであります。で、僕はこれ簡単なので今まで誰か使ったんじゃないかといろいろ文献をサーチしましたけど今のところ見つかっておりません。もし見つけてたら教えてください。私同じ方法を発明したのは何回かありますから。この前も、マンチェスターの SMBE で、あるいは MBE のアソシエイトディナーかな、隣にアント・フォン・ヘイゼラーって今ウィーンにいる彼が話して、で、僕がちょっと自慢そうに俺コンパティビリティメソッドを学生の時に見つけたんでって、そんなのお前もう世界中の学生見つけてるよって言われまして、コンパティビリティメソッドっていうのはマキシマムパーシブによりもっと簡単な方法です。はい。まあ、探してください。で、まあ、それはともかくとしまして、これが4ポイントメトリックです。すなわち、4つしか OTU がない場合です。オペレーショナルタクソミックユニットが4つしかない場合は、この3通りしかありません。1から見ますと、1と2がネイバーズ、1と3がネイバーズ、1と4がネイバーズ。この3通りしかありません。で、じゃあ1と2がネイバーズとなる条件はどうかというと、この1と2の距離 D1,2 で3と4の距離 D3,4 これが他の2つの組み合わせよりも距離が小さくなる、合計の距離が小さくなる場合、なぜかというと1と3、2と4、あるいは1と42と3は必ずこの間の XY というインテリアブランチを通過します。したがってここが、ノンゼロでポジティブであればこの不等式が成り立つ非常に単純なものです。でもこれを書いただけで、ブーネマン1970がもう皆さんがよく引用する論文となりました。で、要するに何を言いたかっていうと、
1と2というのが UPGMA 的にグローバルミニマムで取ってきたときに、その近傍の3と4というのを引っ張ってきて、もしこの2つの不等式が満たされれば、もうこれは近隣とネイバーズと認定しましょうと、で合体しましょうと、まあ、それだけです。でそうでなかったら、他のものを探しましょうと、でまた頑張りましょうということです。で実際のデータは、これもう20年以上、なかなかどの方を使っても生物学的にリーズナブルな系統樹、これがそうです。これは P53 というがん抑制遺伝子ですけれども、当時新潟大学医学部の小南先生のグループが決められました。まあ、マウスでいろんなムスムスクルスだけじゃなくて、ムスレガーダ、ムスプラティスリックスとか、ムススペスリガスとか、まあ、そういう近縁種も合わせてやりました。で大塚さんという大学院の方が配列決めたんですが、系統樹解析が私のところに回ってきまして、やってくれということで、なぜか私が、私じゃなくてもちろん大塚さんがファーストオーサーで論文を出しましたけれども、ただ、これファンクショナルジーンと修道ジーンがあったので、まあ、当然修道ジーンが1回だけ生じて、そしてこれあれなんですね、RNA mediated duplication、 つまりイントロンがない、イントロンレスの修道ジーンですということで、まあ、そんなことは頻繁に起こらないだろう、1回だけデュプリケーションが起こって修道ジーンのクラスター、ファンクショナルジーンのクラスターが起こるだろうと思ってたら、どの方法を使ってもできないということで、私は20年苦しみました。これが実際の距離行列です。1から、11までがムス、マウスの関係 で12番がラット、そして13番のラットで、14番あれおかしいな、10番がホモサピエンス、ヒューマンで、11番12番がラットで、あとは全部ムス関係です。で時々こう0がありますね、000で、これが与えられた行列です。でこれをもとにして、この先ほど言いましたスイフトネイバージョイニング法を、この大塚エトワールのデータに応用します。まず先ほど言ったようにゼロディスタンスが4つあります。でこれはもう1,2,3,4,5つですね、5つあります。これをもうジョインします。これはネイバーズ、これですね、2,3,4,5,4,6,7,8。でそうしますと、もうめんどくさいので、この添え字の大きい方をもう無視する、こちらを代表とするということで、なるべく計算時間を早くするということで、ノンゼロディスタンスのものは10、つまり10種類の間の系統関係を調べる、これが10種類です。1から8までは無数ですね、まあ、同族別種がいくつかありますが、で9がラットで10がヒューマン、まあ、このようにちょっと入れ替えました、分かりやすい。でこれが距離行列です。そうしますと、まあ、これ見てるだけで分かるんですが、 UPGMA 的に、全体のミニマムのものを見るとこれです、 0.031 2と3、2と3ってムスムスクルスのドメスティクスとカスタネウスの修道人の間の関係、まあ同種のムスムスクルスの別亜種の間の距離ですね、一番小さい。したがって2と3は選んで、でこれも相違値の小さい 2から見て、これの次に小さいあと2つを選ぶ、そうするとこうですから、ここから見ると0.0221と0.0416が次に小さい。でこのそうすると4と6が選ばれます。つまり2,3,4,6だけを選んで、さっきの4ポイントメトリックをかけます、これですね。そうするとめでたく2,3と4,6を距離を足したものが 0.0415 ということでミニマムですから、先ほどの不等式が2つ成立しまして、めでたしで2と3はネイバーズであると。であとは距離を枝の長さを計算して、ここはマイナスですのでこれ0にすると。それでこれも添え字の大きい方を無視して2を代表とするということで、めでたく2と3がネイバーズとなりました。でもう3はありません、1,2,4,2,4,5とありませんけども、まあ、ですから、UPGMA とかネイバージョイニングでは足して2で割るとかいうことをやるんですが、ここはもうただ消していく、どんどんスパスパッと消していくということで計算を早める努力をしております。でそうするとこれの中の再びグローバルミニマムを選びますと、今度はここです、1と6で、同じように1から見て次に2番目3番目に小さいのがこれです、7と8。したがって1,6,7,8でまた4ポイントメトリックをします。そうすると今度まためでたく1と6がネイバーズになります。
で、次に行きます。なんだ UPGM と同じじゃないかと。ところが今度は1と7がグローバルミニマムで、4と8を選んで1478でまた、4ポイントメトリックしますと、今度は1と7が一番距離が小さにもかかわらずネイバーズじゃない、1と4と7と8の方がよりミニマムであるという結果になりましたので、したがって1と7はダメだということで、これをサプレスすると、ここで初めて UPGM と違った結果となります。でこれを選ばずにやると今度はこれがグローバルミニマムになってやります。そうすると今度はめでたく2と4が、ネイバーズとなります。で今度はここをサプレスした状態で7と8で今度もまたダメです。で従ってこれか1と8をダメ、もうサプレスして、それでそうすると今度は7と8が選ばれて、これですね、選ばれて、で7とあと2番目3番目に近いのを選んで7814とやると今度は78がネイバーズとなると、ここも UPGM とは違う。そしてどんどん小さくなってきまして、今度は17がグローバルミニマムで45で1745でやると、これも17が OK ということで、そしてこうなって最後は結局4つだけになって、でこういうのをただやってきて、で最後これが最後ですね、14910ということで、めでたしめでたしということになります。これは全部パソコンの計算機を使っただけです。まだ実はプログラム作っておりません。アルゴリズムを作ったんですが、簡単なんですけど、ちょっと私も時間がなくて、C のプログラムで8割ぐらい書いたんですが、ちょっと最近また別の新しいアディションモディフィケーションを考えたので、それを入れて、でしかもやっぱりそれじゃあ今の世界許してくれませんので、膨大なコンピューターシミュレーションが必要です。で、まあ、100万は大変なんですが、最低でも1万の配列をジェネレートして、でそれで距離表示を作って、でいろんな系統樹でやろうということになると結構大変です。で今私の最初の弟子だった太田聡さんにお願いして、いずれ協調論文にしようねと言ってるんですが、まだ言っておりません。とにかくこのぐらいのものだったらこの手計算でできます。近隣結合はさすがに手計算難しいですね。これだけなんです。これは手計算でできる。で、はい、結論、これが系統樹です。めでたく1回の遺伝子重複で、青印のところがシュード人で、緑のところがファンクショナル人で、2つのクラスターになりました。なんだつまんない、当たり前じゃないかと思われるかもしれませんが、これが出てこないんですよ。まずネイバージョイン、シュード人のところはかなり高いブーストラップで 97% でまとまります。これはいいんです。ところがファンクショナル人がですね、まとまりません。ブーストラップも低いので、これなんかおかしいってことは分かりますが、どうおかしいのかわからない。だから近隣結合はダメです。次に UPGM は逆にですね、ファンクショナル人はお互いに近いからまとまります。ところがシュード人がまとまりません。このように2回のゲノム遺伝子重複がない、があったというふうに考えないと説明できない。ですが UPGM もダメ。ネイバーネット、これが驚きですね。要するにこれはレティキュレーションを許すので、これだとうまくいくと思ったら、この細い短い平行四辺形の長い方だけ残して系統樹にしますと、やはり、これは近隣結合的にファンクショナル寺院が一つのモノファイレティックなクラスターにならない。これはシュード寺院はここでモノファイレティッククラスターになるので、ここはいいんですけども、ここはならない。つまり NJ 的になってしまってダメだということになります。で結局、当然ながらというと悪いんですが、最大節約を、最大節約がイーコリパーシモニアスで、1番から8番までの系統樹は、これネウィックフォーマットで書いてありますが、全部同じで、ライクリフッドはこのやはりこの8個の中の1つ4番が一番ライクリフッドが高くて、あとは低い、ちょっと低い。だから近隣結合法もこの8個のイーコリパーシモニアスの中の6番の系統樹になります。まあ少しサブオプティマムですけども、まあ1,2,3 番目にライクリフッドが高いものが近隣結合法の系統樹です。だからそういう意味では3社はよく似てますね。そして P プラス1というのは、より1個だけサブスティテューションが多いレスオプティマムですけれども、まあ
最大節約に次に準じるものが9、10、11、12です。で、この11、ここにですね、ようやく2つのファンクショナル人と修道人の2つのクラスターっていうのがやっと入ってきます。しかし、サブオプトメだし、ライクリフッドもかなり悪い。ということで、で、ここは NGA でも何でも、それからミニマムエボリューション。リスキー内のミニマムエボリューションも今度は12番というまた別の系統樹を選びました。それからネイバーネットが13番。で、UPGMA は15番。ということで、Swift ネイバージョーニングはこの14番の系統樹ですが、この14番と11番だけが、アンダーラインを引いた2つの系統樹だけが、先ほど言いました、ファンクショナル人と、修道人がそれぞれクラスターすると。1回のジンデュプリケーションで説明できるものでありまして、バイオロジカルにこの2つだけが許される。他は全部おかしい。ということで、めでたく非常に簡単な SNGA がそれを選んだということで、私は非常にハッピーでした。ということで、いずれ先ほど言いましたように、ちゃんとプログラムを書いて、そして膨大なシミュレーションをして、どっかの論文に出そうと思いますので、こうご期待であります。で結局計算も本当に SWIFT かどうかもわからないんですが、今までのお話を聞いてると早いと思うでしょ、ね、はい。ということで、さあ次はですね、戦のエッジエリミネーションです。これはですね、サーキックのアルゴリズムっていうのが、最大節約的なものを選ぶというので、彼はロシア人です。で、ノボシビルスクにいる時の1977年大昔にロシア語で論文を書きました。残念ながら我々ロシア語読めませんの で彼がその後、テキサスウェンシャン・リーのところに来てポストドクして非常にいい仕事をやったんですが、残念ながらちょっとアカデミックの世界に残れずに現在は、製薬会社に確か勤めてるかなにいると思いました。数年前にメールのやり取りしましたが、で、私はですね、この彼の簡単な方法を私も独立に見つけました。でもあまりにも簡単なのできっと誰かが作ってるだろうと思ってました。そしたら2004年にフェルゼンシュタインがインファリングファイロジェニーというテキストブックを出しました。で、フェルゼンシュタインはちゃんといろんな文献を集めてたみたいで、彼がこのサーキックのアルゴリズムは素晴らしいというふうに英語で説明してました。それで、あ、やっぱりやれちゃったということで論文にはしておりませんでした。で、ただまあ私の教科書では一応説明しております。どういうことかというと、まあ、このように 1,2,3,4,5,6,7,8,8 本の塩基配列の最大節約系統樹がこれだとします。そうしますと、こういうですねシングルトンがあります。で、シングルトンを見つけて、特にアルファ1アルファ2ベータ2ベータ4は本当のシングルトンで、ここは末端 の枝に来ているので、イクサナルエッジのところにあるミューテーションなので、本当はシングルトンのはずなんですが、ベータ5アルファ5っていうのは、5番目のポジションで1番と5番の配列が同じアデニン、つまりパラレルチェンジだということですね。ということで、これは分かりません。ということで、この4つだけが選ばれて消すということで、まあ、これサーキックのアルゴリズムの第一ステップですけれども、まあ、シングルトンを消すという、まあ、要するに誰でもやっていることですが、それを繰り返せば理想的なパラレルなものがないときにはちゃんと最大節約系統樹ができるという、そういうアルゴリズムであります。で、私はそれの距離行列版を作ろうと思いました。思ったら簡単です。で、これはもう1967年にフィッチ・マルゴリア氏が、距離行列法で3つの場合はこういうことで枝の長さを計算できるよと、まあ、こんなのは数学者が見たら簡単なことですけども、01の距離というのは枝の長さは1、2と1、3の足して2、3を引くと結局こことここが消えて、でここが 2つ残りますから2で割ればいいと、非常に単純なものです。で、これを私はウォルター・フィッチさんを尊敬しておりますので、フィッチオペレーションと名付けました。まあ、人によってはですね、それはフィッチのマキシマム・パーシモニーのやつであるんじゃないのと言いました。あれはちょっと違うので、まあ、ここはとにかくフィッチオペレーションと名付けました。で、これを使います。つまり、もしも3つしか配列がない場合は、この距離 D12、D13、D23、3つしか距離がありません。で、それを使ってこのようにして3つの枝を計算できます。で、それをイクサナルエッジなので、これ全部削ります。そうすると残り0なのでおしまい。で、別に大したことじゃないんですけど、これと同じやり方でたくさん、3よりもたくさんある場合の系統樹を決めます。どういうことかというと、例えばこれは斉藤ネイの
ネーバージョーニング法で使ったモデルツリーですけれども、8個ありますけれども、例えばこの1番、1番に来る1番の枝ですね、エクスターナルエッジ。A から A というインテリアノードから1番の間を結ぶものですね。これは長さ5です。この5をどうやって推定するという問題ですね。これは、ネイバージョーニング法では1と2がネイバーズであると分かった後に初めてこことここを推定します。つまりネイバーズってことは分からないとダメなんです。ところが今度の方法は分かる必要がない。これはミソです。面白いでしょ。さあどうするか。それはもう簡単です。フィッチオペレーションを全てのペアである。1番と何か知らない。このエクスターナルエッジの長さを求めたいので、他は全てチェックしましょう。これです。1とその他。で、これは7つ、残り7つですから、7×6 は2で、だから7、3、21通りありますね。で、ここは少ないから、まあ、21通り全部計算しました。で、フィッチオペレーションやると、見てください。最初は5ですね。まあ、短い方が相当します。5、7、8、12、10、11。いろんな長さありますが、ちゃんと正しい5が出てきます。しかもそれはミニマムです。これは当たり前でして、これ見ていただくと、ネイバーズのもの、つまりこことその他という2とその他を選べば、必ずフィッチオペレーションで5が出てくる。例えばそうでない、2と、2ではなくて3と4を2つ選ぶと、結局 1からの距離は B になりますから、2が加わって7。つまり1、3、4を選ぶと、枝の長さは7になります。1、3、4、これですね、7。ということで長くなってしまう。ですから、まあ、ネイバーズと言わないんですけれども、要するに、例えば4番のここを求めたいんだったら、この C から左右に分かれている、2と6とか、3と5とかを選べば正しく、この3が選べるというだけの話であります。で、それをやります。そうすると、このエクスターナルエッジは全部正しく推定できます。それをチョキンチョキンチョキンと切ります。エクスターナルエッジエリミネーションですから。そうしますと、ここももう切れてるんですが、1と2、5と6、7と8は全部ネイバーズですが、その場合は結局2つともちょん切られて A、E、F という、インテリアノードに集中しますから、結局距離が0になります。トランスポートディスタンスは0、0、0ということで、0ということはこれはネイバーズであるということが直ちにわかる。したがって当然ですけれども同時に3つのネイバーズがパッと分かります。で4と3はじゃあどうなるのというんですが、これは、今度は1、2、3、4、5、6、7、8というわずか5つの OTU だけになりますから、これが新しい距離行列です。でこの距離行列で再びエクスターナルエッジエリミネーションでやります。そうするとこうなりまして、もう一回リカーシブにやると今度はこことこことここが、要するにある意味では新しい、外部枝、エクスターナルブランチですので、それの長さが推定されてまたちょん切ります。そうすると、ちょん切ってこことここはもうすでにちょん切られてますから、ここがここ 1,2 と3がネイバーズ、当たり前ですね。で 5,6 と 7,8 がネイバーズ、これも当然残るのはこことここと4だけということになります。したがってここの枝は0、1、2と全部最終的にフィッチオペレーションでやって、めでたしめでたしと全ての枝が決まって全ての系統関係が分かったということになります。で、これはですね、実は1月に、ロンドンで木村元メモリアルアワードというのをジョン・キングマン、今日も特にインナー先生のお話出てきたんですが、コアラセンセオリーを1982年に発表した方であります、数学者ですが、彼にプライズを差し上げたときに彼の前でこれ発表しました。まあ、ですからキングマンに敬意を表してキングマンズコアレス、これは私 あの教科書から出した図ですが、このようなペアリング、ネイバーズですね、これみんなパパパパッと分かる。で、あのこういう他も分かりますけど、こんなふうにまずエクスターナルエッジが計算できますよと。でこれを計算した後は近隣をこうどんどん結合できますから、次にはこの青でパッパッパッと分かる。でその次に緑で分かる。そしてさらに黄色で分かる。つまり 下から上ずっとバックワードに枝の長さを推定できますよということで、示しました。まあ、これはあのルーティッドトリー、コアレセントはルーティッドトリーですが、まあ、こういう場合は非常に簡単であります。ということで、
ディック・ハドソンが作りました MS というシミュレーションソフトウェアを使いました。それで今のコアレセントをジェネレートしました。これ昔、彼にハドソンに聞いた、これ MS って何の意味って言ったら、メイクサンプルだ、あ、そうですかメイクサンプルの略だそうです。覚えておいてください、 MS ね。で、これはもうシミュレーションですので、1000、2000、3000、つまり1000ハイレス、2000ハイレス、3000ハイレスのコアレッセンス、コアレッセントを MS で作りました。1000は短かったですね。1秒足らず。でも2000だと、やっぱり、わーっと増えますから、31秒かかりました。で、3000は、シミュレーションでも90秒かかりました。そうですね。はい。それで、これが距離行列法の問題点なんですが、これのペアワイズディスタンスを計算しました。11秒。まあまあ大したことない。それでも命名する。2119秒、3424秒、これやばいですね。これ1万10万となったらここがちょっと問題です。ですから次は距離行列を全部計算しないでやる方法を考えないといけないんですが、まあそれさておいて、距離が分かっている段階で UPGM でやりました。2秒13秒43秒。ですから距離が分かっていればもう UPGM はパパパッといきます。まあこれMS はコアレッセンスなんで UPGM はちょうどいいんですね。つまり全部同じ距離ですから、これこう斜めになってるけど実際の時間としては同じですからね。でこれは早い。ところが今回の3エクサーナルエッジエリミネーション UPGM より早い。1、2、5。どうして？これはミソがありまして、ちょっと話さなかったんですが、8個の場合はこうやって全部やりましたね。計算しました。21通り。これ。こんなやる必要はない。ここもですね、近いところだけ計算する。つまりここもまさにノングローバルサーチで、1だけ、1の枝の長さって1から近いもの、1からの距離の近いものを、まあ10個とかそのぐらいだけ取って、その前でだけやると。まあそういうことで、近似的に、これも進化速度がアプロクシメートに一定であればこれで十分だということが分かっておりますので、そうするとものすごく計算が早い。でこれも要するにグローバルサーチは時間の無駄ということを言っております。だから UPGM ですらある意味でグローバルサーチですよね。だって全体のマキシマも常にミニマも常にサーチするから、結局計算時間遅くなるんですね。3000あるとものすごい大きな距離、 3000×3000÷2 ですから、サザンが450万の距離を調べないといけません。ところがこちらだとほんの一部ちょこちょこっと調べるだけですから、非常に計算時間が早いということになります。さてあと20分ほどで今度は18章もうヒューマンポピュレーションジェノミクスに飛びます。で、まあ、ここはまあネイバージョーニングツリーから始めますけども、まあ、このように人間集団の間の系統上、まあ、近似的にはこのように表せます。これはアフリカンで、アウトオブアフリカン、それからウェストユーレーシアン、これはフランス人で代表してますが、そしてこちら全部イーストユーレーシアンで、最初にサフリアン、パプアとかメリアナ州が分かれて、それからアンダマン、マレーペニシュラ、それからフィリピンのルソンとかに分かれている。そして緑色は、これは基本的に、アグリカルチャーです。で、赤はハンターギャザラー。ですから、ここで、まあ彼らは、こちらの方の影響を受けて、二次的にハンターギャザラーからアグリカルチャーシスト。で、ウェストユーレジアでは1万年ほど前に、肥沃な三角地帯で、三日月地帯で、メソポタミアで、あたりで農耕が始まった。で、こちらはお米。9000年ほど前に、ヨース港のヤンゼリバーの中華流域で稲作が始まったりして、で、ここはその影響で、非常にお互いに遺伝的にも近い。マノボはミンダナオと、ビサヤンはビサヤ諸島、タガログはルソン島、それからハンチャイニーズ、ビダイはボルネオ、テムアンはマレーペニシュラ、カンボジアンはインドチャイナ。ということで非常に地理的に広い領域なんですが、みんな遺伝的に近い。ところが、ハンターギャザラーはお互いに現在では孤立、お互いに孤立してて遺伝的にも離れている。まあこういう結果であります。全体的にはこうです。で、同じように、これはライクリフトメソッド、誘導法を使いましたけれども、別の集団でアイヌと沖縄の共通性を我々が示したものでありまして、まあ、これはブースラップですけれども、こういうふうに
計算ができます。これは距離行列ではありませんが、もう一つはですね、時間を調べたいということで、これはマッコイたちの IBD を使った、アイデンティファイディセントを使って、時間を推定するという方法で、まあ、これはゲノムワイド SNP を使ってて、ちょっとバイアスはアサーテンメントバイアスがあるんですが、ゲノム全体を使えばそういうことはありません。で、一応ですね、ここが1万4000年前。まあ、ですから、東アジアで稲作が始まるより前ですから、まあ悪くない。だからここが1万7000年前。で、ここがちょっと小さすぎますね。3万8000年前よりはもっと東と西の分岐は古いと思うんですけれども、まあ、そのアサーテメントバイアスかもしれません。だからアフリカとノンアフリカンが7万5000年前。まあ、これは悪くないかなという感じですね。こういう推定もできます。そして、トゥリミックス。これもですね、基本的にはまず、左右法で、マキシマルライクリッドメソッドで、系統樹を決めます。で、決めた後に、そこから予想される集団間の距離、まあ、パトリスティックディスタンスと言いますが、それとオブザーブドディスタンスの差が大きい場合は、これは二次的に、ジーンフローがあったんだろうということで、このような矢印をつける。例えば、デニソワ人から、パパニューギニアに 5% のゲノムがこちらに行ってる。これはまあ、デイビッド・ライクたちがすでに報告しているもので、我々はそれをコンファームしたものですけれども、それから面白いことは、我々が新しく報告した、ルソン島のアエタも 1% ほどイントグレーションを起こしている。まあ、こういう結果が出てきました。その他に、マレーシアのファーマーズであるノンネグリトが、マレーシア同じ地域のネグリトに非常に高い 47%。本当かなと思うんですが、まあ、そういう推定値が出ております。まあ、このように、系統樹をまず作って、そして、アズミクチャーを考えるというのが今の一般的な考え方であります。ただ私たちはそれには満足しておりません。そこで、大好きなネイバーネットを使って、系統ネットワークを作りました。そうしますと、非常に明確にですね、赤で書いた、ハンターギャザラーズが非常に違う。お互いに違う。で、ファーマーズはテムワン、ビダユ、マノボ、で、ここら辺でぐじゅぐじゅっと固まるだけ。で、バタクというのは、フィリピンのパラワン諸島のネグリトなんですが、彼らだけは非常に根血の程度が高くて、まあ、ここに来ていると。で、レディキュレーションで面白いのは、この青ですね。青のスプリットっていうんですが、スプリットはアンダマン諸島、インド洋のアンダマン諸島人とマレーシア、マレー半島の人たちが共通性があることを示しています。一方で弱いんですけども、アンダマン諸島人と非常に遠く離れたミンダナオやルソン島の今のフィリピンの人たちも共通性があるということを示しています。こういうのは、この系統樹では決して出てきません。これで全くわかりません。ということで、我々はネイバーネットっていうのはやはり悪くないんじゃないかと現在でも考えています。ただ、これもですね、非常に荒っぽくて二次元展開しているだけですので、もっと細かい、パターンはわかりません。ということで、使われるのがアドミクチャー解析ですね。これは、もともとはオックスフォード大学のスタティスティックのグループがストラクチャーという名前で、プログラムを発表しましたが、そのいろんなのが出てきて、このアドミクチャーというのは、確かシカゴ大学で、作られたものだと思いますけれども、要するに一人一人がこう細い棒ですね。縦の棒が一人のゲノムデータで、まあ、ここはゲノムワイド SNP ですけれども、まあ、それでも、アフィマトリックスの 6.0 を使っているので、90万 SNP のデータであります。それで、K が2っていうのは、一人一人の人間が過去に存在した2つの仮想的なアンセサルポピュレーション、祖先集団の根血だと考えて、計算するとこんな風になると。ですから、アンダマン諸島地は真っ青。それから、ここもそうですけれども、他のところの人はそうじゃない。で、計一つ集団を、過去の集団を3に増やすと、突然ここが赤になりますね。ここはさっきは同じオレンジだったのに、これはマレーシアのネグリトで、マレーシアの成分が出てきます。で、4、5、6、7といくらでも数を増やすことができますが、まあ、一応ですね、やはりデータと、オリジナルのデータと、この結果を比較して、どこの系が一番いいかっていうのを一応は出してくれるんですが、それも当てになりません。ですから、僕らも使えます。使えますが、解釈がしやすいときには使うけど、よくわからないとわかりませんと、白旗を上げるということであります。で、一番大きい系の7でいきますと、緑の成分は、
まあ、いいとして、この青の成分、これはルソン島のアエタですね。それから白の成分、これはミンダナオのママヌア、それからこれは先ほどマレーシア、マレーシアに2つありますね、アンダマンということで、のハンターギャザラーが 1,2,3,4,5,5 つに分かれるということになるかと思います。まあ、一応アドミクシャーでもこの5つというのはこれですね、 1,2,3,4,5 つに分かれる、まあ、ということになります。ということで、もう少し、全体のアウトバーアフリカンのことを考えますと、我々の結果や他の大抵の人はですね、このイースアジアン、つまりここにいる大部分というほとんど全ての人ですか、はこの東アジアの人で、我々は先ほど言ったようなスンダランド、氷河時代は一つの大きなランドマスだった今の東南アジアですね、そこの顔の色の黒いその人たちから進化したという系統樹が書けます。でその外にアンダマンでサフルメランシアで、西に行った人たちと東に行った人たちが最初に分かれたというこういう系統樹なんですが、3年前にネイチャーにマラスピナスエトワールという論文が出まして、これはサフールランド、オーストラリア、パパニューギニア、タスマニアがくっついていた、氷河期はくっついていた、その人たちのゲノムをたくさん調べたときに、彼らは、西ユーラシアの人とそれからイースアジアンがクラスターしている、こういう系統樹を出しました。でこれはおかしいと思って、系統樹作成を担当したエクスコフィエに直にこんなのおかしいよと言ったら、いや俺は自信があると言ってました。で、まあ、いかにおかしいかをこれから考えようと思うんですが、ひょっとすると両方とも正しい、すなわち、我々東アジア人っていうのはちょっとはもらってる、で大部分はこっちから来てるけど、まあ、8対2ぐらいかなと、で何かの最優法の計算間違いだと私はやっぱ思いますけどね、計算間違いか、あるいは最優法のそのフラット、非常にその誘導面が非常にフラットで、たまにこっち行ったりあっち行ったりするんじゃないか、そういうことあります。ということで、まあ、ちょっとうっかりしてこちらになったのかなと私は思ってますが、あるいはこういうふうなことが正しいかもしれないということで、この人類進化のかなり根っこのところもまだ少し揉めている状況であります。でまた再びこれは、主成分分析ですけれども、初めてお見せすると思いますが、これは我々が2012年にアイヌ、沖縄、それから日本列島人の SN ジェノワイド SNP の結果を発表した時の主成分分析ですが、よく言われるのはですね、まずそのこの点々、これが一つ一つの人間です、個人個人です。でなんとなく集団で固まっているので普通は同じ色をつけますけども、アイヌの人は非常にばらついている、ウイグルもばらついている、ヤクートもばらついている、とか我々はあまりばらついていない、沖縄人もあまりばらついていない、こういう形であります。それからよく批判されるのがこの主成分のコンポーネント、これはバリアンスコンポーネントといいまして、全体の 100% の分散のうちわずかここでは 1.3% しかこの、説明していない、でこちらが 1.1% ですから二次元展開しておりますけど、全体でわずか 2.4% しか説明していない、あとの 98% 近くは一体どうなっているのか、よく言われます。どうでもいい、なぜならばこれは何十万という SNP を使ってますから、それぞれがみんな勝手に遺伝子頻度を上げたり下げたりしてるんですよ、ランダムジェネティックドリフトで。ですがそんなのは、メジャーには効いてこない、メジャーに効いてくるのは結局やっぱり、人間の集団がこう分かれていって集団のディファレンシエーションだということで、小さくても気にしない、でちゃんとこうやって なってる。じゃあアイヌの人とかウイグルの人とかばらついてるのはどうかというと、これは、より根血が少ない人たちとより根血の程度が多い人たちがこのように直線的に並んでいる。我々はこれをコメットライクパターン、彗星のようなパターンというふうに言っております。彗星というのは太陽風によって飛ばされてこうおっぽんができますから、おっぽんがこうできている、まあ、そういうふうに考えております。それで、同じ主成分分析を今度は三眼寺縄文神沢エトワールの2016年、まあ、実際に論文が出たのは2017年ですが、見ると我々の祖先の一人である縄文人というのはやはり東ユーラシア人、現代東ユーラシア人に近いということが分かります。アフリカンウエストユーラシアンとは遠い、しかしやっぱりちょっとこう離れてますね、ちょっとこちらに寄ってる。でここだけを選びますと今度は日本語になっちゃいますが、
先ほどはこれです。アフリカ人、西ユーラシア人、東ユーラシア人。ここが三岸縄文人ですが、ここだけを拡大すると、これ取り去ってやると、ここがちょっとほぐれまして、我々大和人、これは私の名称、名前の付け方ですが、普通の典型的な日本人です。がここに来て、少し縄文時代人に近づきます。で、さらに、これはまあゲノムデータなんですが、SNP データと比較すると、三岸縄文人は第一種成分では明らかにアイヌ人と近い。まあ、これだけ見るとですね、より左の方にいて、このアイヌの人はより縄文人、より縄文的という変なことになってますが、これはまあ SNP なので、ちょっとデータが不十分なのでありますけれども、あともう一つ面白いのは、縄文人が下に来てアイヌの人は上にいると。この違いであります。で、面白いのは沖縄人は第一種成分ではこちらに寄ってますけれども、第二種成分では縄文人と近い。これはアイヌ人が過去にオホーツク文化人というより北の人からの根血を経ているということを考えると納得ができるんじゃないか。この要するにここからここに行ったのはそういう北の人たちとの根血じゃないか。実際に第二種成分でありますとアイヌ人とこの北京の中国人が結構共通性があるということが分かります。まあそういう解釈もちょっと危険ではありますけれども、一応そういうふうに理解できます。だからトゥリーミックスやりました。そうすると、ここでは三岸縄文人から我々日本人に 12% DNA を伝えているという結果となりました。で、まあ、そういうのを受けて我々は昨年度からヤポネシアゲノムというのを立ち上げまして、今日もここに来ておられる長田さんが B03 班の代表でありまして、それから河合さんはこちらの分担研究者ですし、それから酵母研究の中に入られました木村良介さんもいらっしゃいます。他にヤポネシアの方いらっしゃいましたっけ？あ、藤原さんは、長田先生のところの大学院生ですね。ということで、今、これをやっているところであります。それで、それの最初の成果と、大きな成果として、今年の5月、まあ、実際に論文が出たのは6月ですけれども、今度は船泊縄文人のデータを解析して発表しました。これちょっとお話します。今何時だ？もうちょっと、もうそろそろ終わらないと。あと、今は、出てこない。あ、あと4分ですね。すいません。ちょっとだけ、また私も時間超過しますけれども、これも神沢さんがファーストオーサーで、レブン島ですね。レブン島の北。で、この女性 F23 を使って、なんと 70% 以上が人由来。バクテリアほとんどないという素晴らしい DNA でありまして、で、めでたく縄文人と大和人、さっきと同じようなパターンが当然出てきます。まあ、コンファームされた。船泊と三岸寺は非常に近い。ということが分かりました。それから、愛知県の伊川津の縄文的な、弥生時代だけど縄文的な人たちもやっぱりここに来ました。で、アイヌの人たちと縄文人はやっぱり非常に近い。ということが分かりました。ただ、ここはカンボジア人。で、第二種成分で見ると、カンボジア人とかウルチがちょっと若干縄文人に近いという傾向があります。だからこれは近隣結合法ですけど、やはり先ほどと同じように船泊人は同じようなところに来ます。で、これは QP グラフですけども、そうは言っても、先ほどの三岸縄文は 12% という推定でしたが、現代日本人にはこの縄文人のコンポネントが 9% だけ入っているという結果、これ FO テストの結果ですが、より少なくなりました。それでも1割ぐらいは我々は縄文人の DNA を持っている。それからこれは MSMC ですけれども、船泊はだいたい1000、2000、3000、4000人ぐらいずっとエフェクティブポピュレーションサイズをキープしている。で、このあたり 1,2,3,4 5万年ぐらい前にパパニューギニアから分かれたという推定になる。で、4万年前には日本列島に旧石器時代人がもう到達してますので、この縄文人というのは我々は旧石器時代からのずっと人間がそのまま居残って伝えているんだろうというふうに考えております。で、これはリラティブクロスコアレセンスですけれども、まあ、これで見ても 50% で見るとですね、船泊と一番近い、一番最初に分かれているのがヨルバですけれども、まあ、一番近いのがこの青の日本人ですね。大体それでも2万年ぐらい前にもう分かれている。つまり日本人というのはこの場合はまだ2万年前は日本におりません。つまり大陸にいたということですね。それから、これは他のいろんなものです。これも省略します。
で面白いのが、これ F4 テストの結果ですが、船泊縄文人と、どこが近いかというので、ピンク色、まあ、我々、まあ、9% から 10% もらってるから近い。それは次にウルチ、そしてその次に近いのがなんと台湾の原住民だったということであります。これは非常に面白い結果であります。まあ、その意味はまだ分かりません。それから Y 染色体、先ほどの F23 は女性ですが、これは男性で、D ハプロタイプという日本人とチベット人と、アンダマン諸島人に特異的に見られる不思議なタイプですが、それがこの男性にも見られました。こういうことで、周りは全部 JPT ですね。ですから現代日本人のこの D ハプロタイプというのは明らかに縄文人からもらったんだろうということが言えます。で、この D ハプロタイプは非常に古くて、アフリカにの A ハプロタイプが分かれて、まあ、大体アウトバフリカのすぐぐらいに分かれている。他の日本人は O が多いですね。これはまあハンターギャザラではなくて、これアグリカルチャリストというふうに考えられておりますけれども、それからこれは IBD デレングスで、現代日本人と非常に IBD を共有していると、やっぱり我々日本人と近いで、IBD、これからホモザイゴシティを調べると、こちらはデニソバとアルタイネアンデルタールですが、非常に長い、つまり彼らは非常に高いインブリーディングをしている。それに対して、我々じゃない縄文人は、カリティアナというブラジルの先住民とまあ似たようなぐらい、つまり現代日本人よりはずっと均衡インブリーディングの程度は高いですけど、まあ、カリティアナは時々ものすごく長いのがありますから、それに比べれば結構分かれてますね。まあ、ちょっとありますけども、まあ、ある程度近親婚はしてたらしいということが分かりました。で、まあ、これはあの今日来てらっしゃる河合さんのやってくれたものです。でこれは、HBD で、まあ、今のお話したものですね。で最後に、これはいろんなフェノタイプが分かります。例えば記者会見で最後に篠田さんがよく質問されたのはアルコールが強い。まあでも縄文時代にそんなアルコールたくさん飲んでたかとかちょっとわからないんですけども、まあ私はほとんどニュートラルだと思いますけどね。だから ABO の血液型とか、まあいろんなことが分かっています。で最終的にこれがそれをもとにして復元されたものでありまして、顔の全体の形は骨からですけれども、例えばシミが多いとか、ちょっと皮膚の色が黒い、それからシワシワの毛だったとか、あるいは耳垢とか、そういうの、あと目の色がちょっと薄いとか、そういうのはゲノムの情報からの復元であります。ですから今後は、こういう、これ 50× のすごいカバレージでありますので、皆さん、使いたい人はぜひ使ってください。自由に使っていただきます。ということで、私の、ちょっとすいません、時間が、ちょうど6時1分か。はい。終わります。以上です。